ドビニアは、古生代ペルム気候期の約2億4800万、約2億4500万年前に生息していた、タンユミ類の絶滅した属。タンユミツナ重ユミ目、キノドンア目。キノドン類の中でも、最初期のグループドビニアカユイイツの属。ロシア、北ドビナ川流域のアルハンゲリスク近郊で、発見された。頭骨の他には、 わずかな部分骨格しか発見されていないので、胴体の詳細はわかっていない。頭骨の特徴としては、分部が細く、頬骨弓が張り出すことで顔の幅が広がるという、哺乳類的な形態となっていることである。しかし、二次口外が前後で開くなど、不完全であり、また上下角三体の摂取とともに前剣歯も持ち、下顎の破骨比率が小さいなど、祖先的な特徴を多く持つ。 しかし、ーバは、木のどん類としては、非常に特殊化している。剣視候補の葉のうち、剣士側のいくつかは小さく単純な構造であったが、後方の7本は、中央の大きな主候補の周囲を、小さな副候補が取り囲むという非常に複雑な構造となっている。この方子列は互いに噛み合うのではなく、すれ違って二次候補及び破骨外縁部と噛み合っている。 この噛み合う部分には、おそらく厚い角質の層があったのではないかと推定されている。彼らはこの締烈で昆虫を捕食したほか、植物なども食べたと言われる。ありがとうございます。